好きなだけパン取り。チョコマロさん、助けてください。そんなチビチビ食べてたらあかん。みなさんこんにちは、チョコマロです。今回は奈良県奈良市にあるオランダ屋奈良店に来てます。こちらのお店、テラス席のみワンちゃんと一緒にお食事ができるんやで。早速お席に向かうで。テラス席は3席あるで。おれよ、お前お洋服はどうした？こういうところに来るときはな、ちゃんとお洋服着ておしゃれにしてこなあかん。せや、兄ちゃん鬼山くん車に忘れてきた。パパ、悪いけど鬼山くん連れてきて。鬼山くん取ってくるわ。ちょっと待っててな。悪いな。パパ、鬼山くんが怒らんように暗示を言うといてや。僕だけが悪くないよな。うん、パパも悪い。パパおかえり。なんや俺よ、お洋服持ってきてたんかいな。持ってきてたんかいなじゃないですよ、チョコマロさん。チョコマロさん、助けてください。オレオさんが。オレオさん、私のこと嫌いなんでしょうか。後で鬼山くんに謝っときや。わかった。ですよ、オレオさん。この鬼山、何も起こっておりません。あ、はい、すいません。じゃあね、パン中まで取りに行ってくださいね、パンお客さん。はい、パン行く？好きなだけパン取る。ダメよ、喧嘩したら。チョコマロさん、オレオさんと仲直りしましょう。僕は何も悪いこと言うてないんやけど。パンもらえませんよ。ほら、お料理運ばれてきましたよ。よし、仲直りやで。うまそうやな。チョコマロ、オレオ。やったで、待ってたで。いただきます。チビチビ食べてたらあかん。こうや、こうやって食べるんや。チョコマロ食べたらあかんやん。オレオ取られるな。チョコマロじゃない、オレオや。あんまり食べたらお腹壊すし、兄ちゃん食べたら。美味しかった？あ、お前これ。お前ってなんか扱いひどくない？僕を誰や思てる？チョコマロやで。パン取ってくるから待ってて。パン食べ放題なんやからたくさん取ってきてや。戻ってきた。たくさん取ってきたか。またクロワッサン、もっと種類あったやろうに。はい、いただきます。ごちそうさん。オレオ、オレオは抱っこやな。あー、またチビチビ食べてる。チョコマロさん、イライラしたらダメですよ。人思いにガブッといって。ガブッと。オレオさんを見なければいいでしょ。初めて食べるな、パン。パパさんはオレオさんを優しく見守ってますよ。僕もオレオを優しく見守ってるで。チョコマロさんが見守ってるのはオレオさんが食べてるパンでしょ。お前は大きいな。え？僕はチョコマロやしな。その返事の意味がわかりません。来てよかったな。パン食べれたもんな。嬉しいんやけどな。男さんに暑苦しくない？楽しくランチができるいいお店だと視聴者さんに分かってもらえたらいいんじゃないですか。パンは食べ放題っていうのがええよな。お料理も美味しくておしゃれやし、言うことないよな。はい、オレオさん、鬼山くん、初背負い、いきます。どうですか？可愛いですか？オレオさん、お背中失礼いたします。オランダ屋奈良店さん、ありがとうございました。この動画で説明できなかったこともあるので、詳
詳しくはオランダや奈良店さんのウェブサイトを概要欄に貼っとくので、そちらで確認してな。チョコマロでした。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくやで。